4月以降に発売が予定されているソフトの一部をご紹介します。9月の任天堂 3DS カンファレンスでもお伝えした任天堂 3DS 向けのファイアーエンブレム完全新作について続報をお伝えします。今作は仲間と2人で協力して戦うことができるという戦略シミュレーションとしての大きな変更に加え、ファイアーエンブレムの集大成としてこれまでのシリーズで好評だったシステムを積極的に採用しました。例えばファイアーエンブレムガイデン聖魔の功績で登場したフリーマップを採用しており、決められた数のマップで戦うだけでなく、ストーリー進行に関係ない敵と好きなだけ戦闘を繰り返し仲間を育てることができるようになっています。また今作の仲間はレベルアップの際、兵種に応じたスキルを覚えていき、それらを組み合わせて能力をカスタマイズすることができます。このスキルの要素は聖戦の系譜トラキア776、聖魔の功績、草原の奇跡、暁の女神で登場したシステム。好きなだけ好きなように育てることができることで仲間たちに愛着と絆を感じていただけると思います。どこ見てるんです？もちろんこの他にもこれまでのシリーズを踏襲した様々なシステムや新規要素を用意しています。もう終わり？正式タイトルはファイアーエンブレム覚醒に決定しました。発売予定日は2012年4月19日です。次にご紹介するのはスクウェアエニックスさんから発売